master of racing.96年12月初旬、ラリーシーズンを締めくくる一大イベントとしてレースオブチャンピオンズが再びスペイン領グランカナリアで開催された。トケモス、最速のドライバーを決めるこの大会、その顔ぶれは歴代の WRC チャンピオンであるカンクネン、サインズ、ビアシオン、オリオール、バタネン、ブロンクビストなど、今年も非常に豪華なエントリーとなった。1990年3回目を迎えたレースオブチャンピオンズの開催地はスペイン・バルセロナ。ラリーマスターズから勝ち上がってきたトミー・マキネンが強豪を次々と破り決勝進出。相手はベテランスティグ・ブロンクビスト。結果はブロンクビストの貫禄勝ちとなった。91年のレースはマドリードのハラマサーキット。決勝はこの年デルタを借りワールドチャンピオンとなったカンクネンと準決勝でサインツを破ったオリオールの顔合わせとなった。カンクネンは2勝1敗でオリオールを下し、 WRC レースオブチャンピオンズと2つの栄誉を獲得した。92年から現在のグランカナリアの開催となる。この年のファイナルはビッグネームを退けたマクレー、アギーニのフレッシュな組み合わせとなった。2万人を超える観客の中、アギーニがマクレーを見事に振り切り初のタイトル獲得となった。グランカナリア2年目となる93年、コースレイアウトは一部修正を受け現在と同じ設定となる。勝者はディディエ・オリオール。カルロス・サインツを100分の1秒差で下すという、まさにレースオブチャンピオンズならではの醍醐味のあるドライビングでフィナーレを迎えた。1994年、この年セリカ ST185 を借りワールドチャンピオンとなったディディエ・オリオールがその勢いのままチームメイトのカンクネンを破りファイナルに進出。決勝の相手はベテランスティグ・ブロンクビストとなった。戦いは1回戦オリオールがスピンを喫しブロンクビストの手に、2回戦はオリオールが巻き返しものにしている。
1周目ブロンクビストは土手にマシンをヒットし、右後輪のタイヤがパンクしてしまいスローダウン。結局オリオールは10秒以上の差をブロンクビストにつけゴールイン。 WRC と合わせてこの年2冠を達成。彼にとっては名声を独り占めにした1年となった。翌95年の主役の一人はこの年史上最年少で WRC チャンピオンとなったコリン・マクレー。他を寄せ付けない強さで決勝に進出。相手はフォードのエースとなったフランシス・デレクール。勝負は1対1のイーブンを受けて3回戦へ。両者一歩も譲らない戦いはなんとコンマ03秒差でデレクールがマクレーを抑え初のタイトルを獲得した。チャンピオンたちへの挑戦。世界の有力ドライバーたちが競うインターナショナルラリーマスターズには96年アジパシグループ N チャンピオンとなった片岡をはじめ14名がエントリーした。
残念ながら片岡は不慣れな左ハンドルに苦しみ予選を敗退。トーナメントに出場する上位8名は伸び盛りの若手ドライバーが多数残った。そしてトーナメント1回戦を勝ち残ってきたのはアロンソ、マクレー、ニッテル、キトレートの4名となった。It was very, very competitive this morning. Very fast drivers. How do you, what do you think of the competition? 日本ではこういう競技じゃないんですけども、まあ、非常に、まあ、速いドライバーがたくさん集まってて、その中でできたことは大変嬉しく思います。で、まあ、車が全部左ハンドルなんで、で、僕はこうやって左ハンドルで走るのが初めてなもんですから、大変苦労しました。まあ、だけどもし次に参加できることがあるんであれば、もっと左ハンドルの練習をして、まあ、次はもうちょっといい成績残したいなって思います。And are you going to stay to watch all of the other drivers now, all the world champions like Kankkunen? You going to watch them? 今回はそういうワールドチャンピオンと一緒には、まあ、走る機会がなくなってしまったんですけども、次にはぜひそういうチャンスを、自分で得て、勝負したいと思います。勝ち残った一組目は地元のヒーローフラビオ・アロンソとイギリスのアリスター・マクレーが対戦。一回戦はコースを熟知するアロンソが辛くも逃げ切った。二組目はウーベ・ニッテル、ヨモ・キトレート。96シーズン WRC において最も注目を浴びた若手2人による戦い。一回戦はキトレートがニッテルをかわし先勝。アロンソとアリスター・マクレーの2回戦もレース・オブ・チャンピオンズのコースを知り尽くすアロンソがぐんぐんとマクレーを引き離しにかかる。アロンソはそのまま逃げ切り2勝。ラリーマスターズ決勝に駒を進めた。準決勝2組目はニッテルとキトレート。
ストレートは2周目にマシンをヒットさせたタイムロスが響き1勝1敗となったが、3回戦でニッテルを再びかわし決勝進出となった。ラリーマスターズ決勝、1回戦はアロンソが勝ち、2回戦インを走るキトレートがうまいスタートを見せリードする。Yendo ya prácticamente en esa recta fondo, obviando el típico salto de la carrera de campeones, se nos presentan ya a las primeras puertas de la curva de la sesión. ¡Vamos! ¡Vamos!1周目のタイムではキトレートがわずかにリード。しかしコースレイアウトとしてはアウト側の方が難しいと言われており、どうなるかまだわからない。New record at the middle of the race for Quinto Lento. Vamos a ver porque va marcando 1:30, 31, 32, 33. 奥のコーナーに差し掛かったところでキトレートがシフトミス、スピードが落ちてしまい立ち上がりでアロンソに先行を許してしまった。タイムはアロンソが2分4秒03、一方キトレートが2分4秒82。地元のアロンソが2連勝となり96年のインターナショナルラリーマスターズを制した。決勝に残った2人にはレースオブチャンピオンズの出場権が与えられた。9回目となったレースオブチャンピオンズに集結したワールドクラスドライバーは12名。歴代のワールドチャンピオンではアリ・バタネン、スティグ・ブロンクビスト、ユハ・カンクネン、ミキ・ビアシオン、カルロス・サインツ、ディディエ・オリオール、ビオン・ワルデガルドがエントリーと豪華な顔ぶれとなった。サインツとカンクネンがシードとなり、それ以外の10名にラリーマスターズを勝ち上がってきたアロンソ、キトレートを加えた12名による予選がスタート。ここでの上位6名が決勝トーナメント出場の権利が与えられる。タイムトライアルとなった予選の結果、バタネン、ビアシオンなどの大物が早くも失格。波乱の予感を感じさせるスタートとなった。決勝に進むのはシュワルツ、キトレート、ブロンクビスト、オリオール、デレクール、ディリーの6名に加えてシードのサインツ、カンクネンとなった。It's different kind of condition for everybody. Today is wet. Yeah, it's nice. It's slippery. That's a shame for the spectators, but that's it.
think it's a hard day for me because I start straight with Armin Schwarz. So Armin Schwarz drive very fast yesterday. And okay, I practiced this morning with a Ford also, and I have always the same problem with his gear. And I still don't drive well. Well, it's always between a game and then a serious competition. I mean, first you started like a game, so soon you get confident, for sure you get more serious. It's quite nice, you know, to meet the boys and be in the competition, and it's like a last competition end of the season, so not bad. It's always a nice end of the season to come down here and do this thing because it's a relaxed event and okay, everybody's here and so it's quite fun to be here. このイベントは何もラリーマスターズとレースオブチャンピオンズだけではない。地元ドライバーによるカナリアスマスターズ、ポルシェ911を使ったヒストリックラリーマスターズなど、観客を飽きさせない様々なイベントアトラクションが目白押しとなっている。翌日となる12月8日の決勝前に、フォードモータースポーツ、そして TTE のメカニックによる最後のマシン整備が夜遅くまで行われた。決勝日の朝、雨は上がったがイベントが進むにつれて再び雨が降り出すという難しいコンディションとなってしまった。86年ツールドコルスにおいて帰らぬ人となったヘンリ・トイボネを忍び、出場ドライバーは黙祷を捧げる。レースオブチャンピオンズはこの不正室の名ドライバーの功績を記念し開催されている。 It is, yes, actually it's 10 years when Henry died and we should have some kind of celebration for that and it is very important for my family, for my mother and father, but it's also it's made fantastic way the whole event and unfortunately the weather is changing now to very bad, soThat will ruin everything. We are working so hard that when it's everything going well, we are very pleased. And what is pleased is to see the people every year, more and more drivers coming back, and it's really a big satisfaction, I have to say. What's so good about it is the atmosphere amongst the drivers. It's such a friendly atmosphere, isn't it? How do you create that? We try. I mean, I know so much what is rallying and all the obligation they have and everything, that we try to have this race like end of the year,concentration of everybody, but also a family atmosphere, family party, and you know, try to make it fair play. And I have been driving only with gentlemen drivers, and I would like this to continue. 数々のセレモニーも終了し、いよいよレースオブチャンピオンズの決勝トーナメントが始まる。昨日の6名に加え、シードとなったサインツ、カンクレンが最後の調整を行う。It's always great. It's a good feeling, but unfortunately, I'm.Not very comfortable when I'm, you know, not driving my car and not very comfortable. It's not an excuse, but I haven't been very successful in this type of race. I think I've arrived once to the final and two to the semi-finals, never managed to win. It's,
it's not easy, you know, when you are not driving in your driving position, in your pedal position, and you hit your arm there and there and you can't see it. It's not easy for me.決勝の最初のレースはカルロス・サインツとブルーノ・ティリー。96シーズンフォードワークスのチームメイト同士の戦いとなった。アウト側がティリー、イン側がサインツ。路面はまだ完全にウェットな状態。いかにノーミスで走り切るかが重要となる。セリカ ST205 による第1レースを制したのは先輩格のサインツ。第2レースはお互いの愛車となるフォードエスコートに乗り換え行われた。2レース目もサインツが指し、ストレートで準決勝へ進出を決めた。2試合目は94年の世界チャンピオンディディエ・オリオールと96年ヨーロッパチャンピオンとなったアーミン・シュバルツが対戦。シュバルツが抜群のスタートダッシュを見せたと思われたが、フライングの判定、10秒のペナルティを受けてしまった。1レース目はペナルティもありオリオールの勝ち。予選ではダントツの速さを見せているシュバルツだけに惜しまれるフライングとなってしまった。第2レース、オリオールがシュバルツを抑え切る。94年以来のレースオブチャンピオンズ制覇に向けて、オリオールは幸先のいいスタートを切ることとなった。続く戦いは売り出し中の若手ヨモキトレートが84年世界チャンピオンスティグ・ブロンクビストに挑む。キトレートは96年地元の選考ラリーでワークス勢を相手に3位を獲得した超新星。ベテランのブロンクビストは96年フォードの開発ドライバーを担い、そしてシーズン後半はシュコダの助っ人と未だに超一流の実力を保っている。第1レース、
キトレートが焦ったのかマシンコントロールに失敗して自滅、ブロンクビストが先勝した。第2レースのエスコートでもブロンクビストはステディーな走りでその差を広げ始める。最後のターマックコーナーでキトレートのエスコートは大きくスライド、結局ノーミスで2レースを走り切ったブロンクビストの貫禄勝ちとなった。16シーズン、デレクールはフォードのシートを失い、プジョーチームでフランス選手権を戦い、カンクレンもトヨタワークスの不出場の煽りを受け、WRC の出場は数えるほどとなってしまった。それらの不満を爆発させるかのように、両者ともハードな走りを見せる。セリカということもあり、カンクレン有利と思われていた第一レース。先勝したのは意外にもデレクールだった。第2レース、後がないカンクネンがマキシマムアタック。不慣れなエスコートだがデレクールとの差はない。ゴール直前、両者とも派手にマシンを振り、わずかな差でカンクレンがデレクールを抑えた。これで1対1、マシンはそのままエスコートを使い、決着の第3レースが行われた。一進一退の攻防を制したのはデレクール。
最大の敵カンクネンを打ち破り2連覇に向け準決勝へ駒を進めた。準決勝に残ったのはカルロス・サインツ、フランソワ・デレクール、スティグ・ブロンクビスト、そしてディディエ・オリオールとなった。まずはオリオールとサインツ。オリオールは94年、サインツは90年、92年の世界チャンピオン。今最も脂の乗った走りを見せているだけに、両者とも負けられない一戦となった。1周目を制したのはサインツ、差は1秒弱。2人の実力であればどう転ぶかはまだわからない。第1レースを制したのはサインツ、その差はなんとコンマ01秒だった。マシンをセリカに乗り換える。 ST205 は95シーズンオリオールの愛車だっただけに、彼の反撃が期待される。ここでなんとサインツのマシンの左前輪がパンク。サインツはスピードダウンを強いられてしまった。快調に走るオリオールはノートラブルでフィニッシュ。これでイーブン。戦いは第3レースまでもつれ込んだ。マシンは同じ ST205 を使用する。
1コーナーでは両者とも相手を意識しすぎたのか、珍しくマシンをラフにコントロールしている。1周目は両者とも引かずほぼ同タイム。そして1コーナー、インナーとなったオリオールは芸術的なドリフトターンを見せ、わずかに先行する。2周目をノーミスで走り切ったオリオールが先にゴール。サインツもセーフティーパットを蹴散らす激しい追い込みを見せたが届かなかった。準決勝2試合目はフランソワ・デレクールとスティグ・ブロンクビスト、マシンはエスコート、両者とも得意のマシン。1周目の最終コーナーでブロンクビストのエスコートが大きくスライド。うまくコーナーを回ったデレクールに差をつけられてしまった。ブロンクビストはその差を詰めることができず、第1レースはデレクールの完勝、第2レースはセリカに乗り換える。
セリカに乗り換えても好調さを持続するデレクールが速さを見せ、ぐんぐんとブロンクビストを引き離しにかかる。2周目に入って今度はブロンクビストがペースアップ。デレクールのわずかなミスをつき逆にトップを奪う。リードで迎えた最終コーナー、アウト側のブロンクビストは痛恨のオーバードリフト、リアを土手にヒットさせタイムロス、デレクールに勝利を持っていかれてしまった。決勝に残ったオリオールとデレクール、共にフランスを代表するスーパースターの戦いとなった。デレクールが勝てば2連覇、オリオールが勝てば94年以来2年ぶりの優勝となる。共にレースオブチャンピオンズを得意とするドライバーの組み合わせとなった。抜群のスタートを切ったのはデレクール。しかしインガーのオリオールが凄まじいコーナリングを見せ盛り返しイーブンとする。セリカを操らせたら一日の長のあるオリオールが徐々に差をつけ始める。一周目は最終コーナーを精密機械のようにトレースしたオリオールがコンマ49秒デレクールを抑える。有利と言われるインガーとなったデレクールがその差を徐々に詰め、2周目中盤ではほぼその差をなくすまで挽回してきた。勝負は最終コーナーにもつれ、両者とも絵に描いたような素晴らしいコーナリングでフィニッシュ。緊迫した第一レースはオリオールがわずかコンマ 2,3 秒差でデレクールを振り切った。第二レースではマシンをエスコートに乗り換える。デレクールにとっては得意のマシンであり、巻き返しが大いに期待された。
両者とも譲れない1周目はほぼ同タイム。決着は2周目にもつれ込んだ。勝負どころの一つ、180度ターンの出口でデレクールのマシンがわずかにスライド、タイムロスを犯してしまった。オリオールはここまでノーミスのドライビングを続ける。オリオールはそのままのペースでフィニッシュ。フランス人対決は最後まで集中力を失わなかったオリオールの完勝となった。96シーズンのレギュラーシートを失い、失意のシーズンを過ごしたオリオールにとって嬉しいレースオブチャンピオンズの勝利となった。また来シーズンに向けて改めて自身の存在を強烈にアピールすることとなった。There are not really secret, you know. It's always the same. When I arrive here, I have not interesting by this sort of race. It's very difficult to me to arrive to a big concentration for this race. But if I arrive to pass the first time and better and better and better, and after on the quart de finale, demi finale and finale, I drive really well and no mistake and perfect. So there are no really secret motivation.I think it's because you like all the fans cheering you on around the edge. No, but also it's always a little more motivation when I have Carlos Sainz or François Delacour in front of me. But still, I have win. But also, I think François can win if I do a little mistake. It's always little difference. Last year, it's François catch me, and you know. But okay, I am happy to win, of course. Okay, now you can go and keep dry. Thank you. Now it's more important to try a car for next year. Now that is right. Another. I think DJ was stronger. He has done a fantastic race, and maybe he has done a little. I have done a little mistake, and okay, I won last year. DJ won this year, and it's a good challenge for next year. A good way to finish off the season, doing the Race of Champions. At the moment we are trying to get a good drive for next year, and it's a good moment because everybody is waiting for maybe Mitsubishi. I don't know what I am doing with Peugeot. Maybe I'm doing Monte Carlo with Peugeot. I would like. But it's not sure. まさに円熟。パーフェクトな走りを見せたディディエ・オリオール。そのラストランをもう一度見てみよう。